おこです。激おこり。相当怒られる。激おこり絶好だわ。はい、こんにちは。こんにちは。サーマコーツのまっちゃんです。ちーちゃんです。こうちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日ははい、じゃじゃーん。ソースせんべいを、はい、何枚食べることができるのか選手権。Yeah. もうすごい音がするのよ、ね、もうこれを聞くだけで。一応ですね、企画立案者は社長の吉川社長、某社長、はい、もう半分命令ですよね。命令命令命令として、まあ、これ1袋200枚入ってますよね、はい、これを一人で食べきれと、はい、ということなんです。まあ無理だよね。まあ無理だよね。一応ね、お昼はちょっと3人で一つのお弁当シェアしたりとかして、ちょっと制限して。この前にね、会議が2つあって、ちょっとこの後ね、1時間後にまたね別の、はい、ちょっと、はい、撮影がありますので、1時間でやりきるということです、はい、で調味料がいっぱい用意してあります。社長が用意してくれたのは梅ジャムね。梅ジャム、統括の冷蔵庫にあった練乳、これソースね、ソースせんべいなんで、やっぱソースがいいだろうということで、ソース。で、ここから先は私たちが自分たちでちょっと調味料味変するために買ったものです。はいはい、で味ポンですね。味ポンですね。まーちゃん、こうちゃんセレクト、セレクト粒入りマスタード、これはまーちゃんセレクト、セレクト、ケチャップですね、これは神奈川営業所の方々がケチャップとかいいんじゃないって言ってくれたんで買いました。最後にマヨネーズです。そう、この2つをね、掛け合わせてオーロラソースもまあ美味しいだろうっていうね、すごい、すごい笑顔で見られてる。おさんちゃんのすごい笑顔で見られてる。はい、ここ神奈川営業所で撮影をしております。おります、はい、ということでね、もうサクッとやってみましょうか。早速食べてみよう、はい、目標は、目標は、まあ、食べきるみたいな、うん、言ったな、言ったね。いや、私はね、半分が常にさ、高くしてる。まあそうだね、でも半分は行きたいかな。100枚もう無理だろみたいな顔してる。1枚はね、だいぶ薄いんですよ。縁日とかで売ってるやつ。そうそうそう。制限時間はとりあえずさ、15分間ぐらい、45分までやる。45分まで何枚食べれるか。いただきます。いただきます。あ、でもすごい水分持ってから、うん、すごい見られてる、視線感じてます。あれの味がする。意外と美味しい、うん、意外と美味しい。真ん中の味がする、うんうん、意外といけちゃうかもしれない、うん、何もつけなくても美味しいって美味しい、うんうん、甘い、甘い、うんうん、高水分補給じゃん。大丈夫、これさ、毎週覚えてないといけないとこあるよ。2枚食べたい。この15分までの間さ、さすがに覚えてよ。調べればいいか。うん。え、梅ジャム食べていい？いいよ。詐欺はダメだよ。これさ、甘いからさ、うん、練乳合うからね。ね。ソースにしとくか、一応社長のセレクトを。これなんか意外と、なんか何もつけなくてもなんか私、好きなの。意外といけるね。うん、意外といける。事故にそこへ、うん、あ、それ危ない。これで挟むんだよ。挟む、うまいね。あ、うまい、マジ、うん、私も今これが4枚目です。出だしは好調だけどね、うん、なんか懐かしい、この感じ。ソースめっちゃいいわ、マジで。ポン酢もやろう。4枚目完食、3、4枚目。しかもこれね、数もかなんか稼げるよね。うん、うん、気分はね、お好み焼きとかたこ焼きを食べてる感じ。そう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 、
たこ焼き食べたいな。食べたいね。私今一番食べたいのがもつ鍋で、うん、次は焼肉で、うん、その次にお好み焼きかたこ焼き食べたいし。なんで急に？もう一週間ぐらいずっと言ってんだけどさ、食欲ね。何が食べたいかな。でもやっぱ焼肉かな。焼肉食べたい。うん。なんか別にさ、安くていいんだよね。うん、ほうほうほう。こんな高い焼肉とかじゃなくていいから、焼肉が食べたい。うん、てか、吸った弾いた吸った。吸ったか。量が足んないんだよ。なんかソースめっちゃいい。今私6枚目。みんな電話しに行ったり、こぼしたり、大変。なんかね、もうキムはたこ焼きを食べてるようだよ。ほんとにこれさ、ソースうまいよね。思った。最高はそうじゃない。え、何枚食べた？今6。早いね。次7、8枚。なんかさ、もうめんどくさいからさ、めっちゃ重ねればいいんだね。そう、俺も思ったんすね。6、7、8、9、10枚目。すごいね。私はじゃあマヨネーズオンリーで今、できます。全然うまい。意外といけちゃう？うまい。まあ、うまいけど、うん、ソースの方が合うって思った。ソースの味に飽きてきたらマヨ単体でもいいと思う。うんうんうん、何それ、ふーんって。あ、やっぱ梅ジャムだわ。めっちゃ重ねてんだけど。何枚重ねた？6枚やばい、一気に。うん、いやでも美味しいね。え、梅ジャムって食べないの？あんま好きじゃない。あ、私今、8枚で、次10。目玉好きやねん。残り笑う要素だった。最近ほんとさ、ちょっとさ、イヤついてるよね。イヤついてないのよ。だけどすごいさ、バカにしてくるんだよね。腹立つな。めっちゃうまい、ソースとマヨ。うまいね。うん、もうたこ焼きやん。見ないけど味濃いぐらい。うん。マジで。うん。練乳うまい。練乳うまいわ。本当？うん、黙ってたぶんソースマヨやってほしい。うん、本当に。え、味濃やったんだっけ？味濃がなんかね、結構量入れないと。あ、待って、練乳うまいわ。うん。16枚目完食。ちょっと待って。もうやばい、ついてるソースが。ちょっと待って。ガチのちょっと待ってよね。え、バカタケだな、大丈夫。これこれ出ちゃう、出ちゃう、めっちゃ出ちゃうよ。ちょっと待って、これさ、これから取材する。え、わかんない、わかんない。大丈夫、大丈夫。そうでしょ。大丈夫、大丈夫。せっかくね、ホールドソース、オーロラソースやってみようかな。でもね、なんか考えちゃダメだね。ちょっとお腹いっぱいだなとか思っちゃダメだね。痛恨のタイムロスじゃん。痛恨すぎるでしょ。梅ジャムはうまい。梅ジャムはうまい。だって梅ジャムはもうさ、天下もさ、梅ジャムじゃん。元祖の梅ジャムなくなっちゃった。そう、なくなっちゃった、なくなっちゃった。元祖梅ジャムって書いてある。ちょっと違うんじゃない？うん、どうなんだろうね。うちに大量にあったんですよ、梅ジャムが。梅ジャムが。あれちょっと、100個だったの。え？多い。でさ、いつかのさ、見てる人、分かる人、いるか分かんないけど、自販機シリーズあったじゃないですか。うんうん、あったあった。昔ながらの無調としたやつね。そう、あの時に駄菓子自販機みたいなのがあって、うん、なんか梅ジャム100個入りのなんか自販機やってさ、なんかね、ケチャマヨも美味しいんだけど、なんか一番合うのはソースマヨかも。うん、いや、練乳やってみて。やだ。え、あんま好きじゃない。あ、そうなの。なんかいちご狩りとかもあんま食べつけないで、なんか、そのまま食べるタイプ。損してるってよく言われるけど、うん、18枚目。
それで20枚目。え、早くね。おおちゃん。練乳かけすぎだよ。いやいや、これ練乳美味しい、本当に。でもちょっと食べてるからね。練乳違うの、ただ練乳をかけすぎないと美味しくない。それはある。すごい。20枚完食。染み抜きロスタイムが入ってる。意外といけるね。うん。でも100万円に達するにはあと5回これ繰り返さない。ちょっともういいや。練乳食えすぎなんだよ。かけすぎだよ。私まだいける。私もまだいける。じゃでも言うて6枚下がるからね。うん。動画をご覧いただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってくれた方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。